よいしょ。金子でございます。ということで、今日なんですけども、港に来ております。で、今日はね、釣りではなくてですね、ちょっとまあ見てもらった方が早いかな。これ見てください。これ、やばくないですか？全部魚ですよ、これ。これ、何匹おるの？これ、億単位でいるんじゃないかなっていうぐらい、魚がね、こう角っこに寄ってきてるんですよね。で、今日はこの魚を、もうすくって、これを食べたいなと思います。いや、毎年この時期になるとね、ここら辺集まるんですよね。ただ今年多いわ。どこまでつながってんだろう。ちょっとザーッと見ていきましょうか、あ、ここで途切れとるわ。ここだ。ここまで境目がしっかりわかるんだ。どういうことなんだろうな、これ。こんだけ、まあちょっとすくっていきましょうか。こんなもんすぐすくれると思いますよ。では行きます。おい、ほ、うお、すげえ、当たる当たる当たる、めっちゃ当たる。ほら、バチ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 って。え、てかこれめちゃくちゃ層が厚い、分厚い。このボラがいる層が、めっちゃいった、めっちゃいった。うおら、うら、やば、こんなすくえた。見て、今回のターゲット、こちらがですね、ボラでございます。でも実はですね、ボラっていうのは出世魚でして、ブリとかスズキとかと一緒で、まあこのサイズはね、ボラではなくてイナッコって呼ぶのかな。いやー、すごい、もう一すくいでこんなに取れちゃった。半端じゃねえわ。いや、なんか違うやつもおるよ。あれ何あれ、あれウルメイワシもおる。めちゃくちゃたくさん取れるんですけど、まあ僕の食べる分だけこのぐらいいただきますか。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ほら、すごい青みがかってて、すごく綺麗。これ持ち帰って調理したいと思います。はい、ちょっとほんで、もう一箇所見つけた河口なんですよ。まあ河口っていうか、もうほぼ海なんですけど、ここにも全部、これ。うわーっつって、すごくないですか。あ、でもやっぱこっちの子は結構白天の子もいますね。さっき言った方はね、完璧な海だったんですけど、河口に近づくにつれ多いのかな。うわ、これすげえ、橋の下やばいわ。これすごいことになってる。これちょっと苦手な人おるんじゃない、この映像。すごいわ。でもこれ面白いのがさ、みんな同じ方向向いてるんだよね。こう川の流れに逆らっていこうとしとんのかな。ちゃんと均一にバーッと。じゃあこっちもすくってみますか。いけるかな。あ、すくえるわ、簡単にすくえるわ。ほら、まあ、さっきより小ぶり、ちょっと若干小ぶりな気もする。今年は多いんですかね。うん、さあ、じゃあちょっとこれ持ち帰って、早速新鮮なうちに料理して食べていきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。取れたてピチピチのボラちゃん、おお、まだね、生きております。まあちょっと痩せ気味ではあるんですけど、多分これうまいと思います。というわけで今日はこちらのボラを使って3品作っていきたいと思います。1品目、ボラのお刺身。やっぱりお刺身が皆さん一番気になると思います。で、2品目、塩焼き。味を確かめるには生と焼き両方必要ですよね。3品目、ボラの天ぷら。フライと見せかけて今日天ぷらいきます。理由は気分です。はい、というわけでこちら作っていきたいと思います。はい、そしたらまず鱗を取っていきましょう。ほんでやっぱりね、あの河口付近にいたボラたちはちょっと匂いましたね。海の方にいた方は魚の匂いって感じですね。くっさーって感じではないですよ。ちょっとまだ生きてますんで締めちゃいますね。いただきます。で、ボラとかってまあ普通に締めてもいいんですけど、こうやって首を折る、これが一番早いんですよ。市場とかで出荷されてるボラを見るとこの状態で出荷されてます。首折りのボラですね。サバとかもね、この締め方が有効ですね。釣れてすぐにもう首をこうやって折って瞬間的に締めると。で、あとはこうボウルに入れて水を出して血を抜いていくと。よし、締まりましたんで、まずは鱗取っていきましょうか。最近コメント欄とかツイッターのリプライで、しゃもじで鱗が簡単に取れるらしいのでやってみてくださいっていう声が多かったので、やってみますね。それ取れるだろうけど、うん、うん、取れますね。取れますけど、まあ、わざわざしゃもじでやんなくてもいいかなって感じですね。まあ、飛び散らないってことなんでしょうね。まあ、やっぱ鱗かきが一番僕はしっくりくるかな。
どれも痩せ型。まあでもイナッコはこんなもんかな。でこのイナッコをシーバスが食べるんですよ。だからシーバスのルアーとか買いに行くと、このイナッコカラーとかよく売ってますよ。そりゃね、あんだけいっぱいグワーって群れでおったら食べますよね。でも魚っていうのも面白いもんでグルメなんですよ。ボラの大群、ブワーのあの大群じゃなくて、あれがもし仮にイワシの大群だったら、あれとんでもないことになってます。もう漁港の中にフィッシュイーターの魚、ブリとかもうヒラメとかマダイとかいろんなものがね、下にうわーっと入ってきます。でボラだとあんまりそのフィッシュイーターの魚は寄ってこないんですよね。本当にね、なんでだろうって思いますね。魚もね、味わかるんですよ。丸飲みするだけなのにね。ジギングに行ってもカタクチイワシのベイトの時とマイワシのベイトの時ではもう全然食いが違いますからね。マイワシがブワーッと群れでいた時の方がよく釣れますもんね。ボラっていうのはお魚を食べるお魚さんにもあんまり人気がないというか、まあいつでも食べれるからいっかみたいな感じなんですかね。ただそれか、僕が一つ思うのは、頭が石みたいにめちゃくちゃ硬いんですよ。これを嫌がるのかなぁとも思ったりします。これは僕の勝手な憶測ですけどね。では、頭を落として内臓を取っていきます。頭をヒレの後ろからジョキンと。うわ、なにこれ黄色。苦玉潰したからそれ黄色か。で、内臓を落としていくと。お、ちゃんとこんだけちっちゃいけど、ほら、ボラのへそも。ありますね。あのボラのへそっていう部位は内臓の一部なんですけど、綺麗に洗って焼いて食べると砂肝みたいな味がするんです。どん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 落としていきましょう。ではまず塩焼きを作っていきましょうか。もう今日は鮮度命で食べたいんで、パッパッパッと作っていきますよ。まずはボラにお塩をふりふり。ちょっと強めにいきたいっすよね。さーっと、さあこのボラ焼いたらどんな味になるんでしょうね。はい、じゃあこれグリルで焼いていきます。ではお次お刺身作っていきましょうか。刺身は一番大きいところを大名おろし、まあ、一番大きいサイズでね、このぐらいのサイズでしたね。シュッと。さあ身はどうだ。あー脂はなし。ちょっと赤みがかってますね。よっと、もう一匹さばきます。スッと。はい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 。あのこっちの方がなんか油ありそう、気持ち的に。ほんと気持ちですけどね。こいつら何食べてるんでしょうね。でもボラって主食は藻とかだと思うんですよ。でもあんなとこでプカ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 何してるんだろう。てかなんであんなに集まってるんだろう。僕のイメージ的に風がたくさん吹いた日とかはなんかあえて防波堤の端っこに追いやられてるのをよく見る気がするけどね。ああいう風に用水路にうわーっておるのはあんま見ない。本当に見たことない。あれ辺王子の店のすぐそこの用水路なんですよ。実はあそこの用水路にね、こんだけボラがいるのは本当に初めて見ました。はい、こんな感じで下ろせました。そしたら皮引いていきます。こんな感じ。なんかこうパッと見はイワシっぽいっすよね。はい、今日はイワシの刺身ですよって言われたら、あ、もうこれはイワシなんだって思っちゃうような、そんな見た目。まあ魚好きな人はね、この皮目、独特な皮目でアボラだなって気づくと思うんですけど。でもね、すごく滑りがいい。で、包丁にもこう油が乗るんで、皮目には油ありますよ。はい、こんな感じ。そしたら次は塩水処理をしていきます。さすがに塩水で綺麗に洗っていきます。結構汚れが出てるように見えるんですけど、これ汚れじゃないんですよね。これ皮肌のこの色素っていうか色なんですよ。汚れとはまた違うんですよね。よし、綺麗に洗いました。そしたら切って盛り付けていきましょう。今日のお皿はこちら。ちょっと一枚漬けでは大きいな。ほんでね、ボラっていうのはここに骨がついてるんですよ。ここまで骨が入ってます。なんでここで落としちゃって、でここをこうやって盛り付けますか。あーいいですね。ここら辺まで骨が入ってますんで、ここ切って、ほんでこの尻尾の方をこうやって折り曲げることによって、こうやって綺麗なお刺身になります。うまそうじゃないですか。もうさっきまでブワーって泳いでた群れのボラだとは思いませんよね。やっぱね、盛り付けってね、大事なんですよね。そして赤タデ、
すだちを切って爽やかな風味を追加。はい、これでボラのお刺身の完成。次、天ぷら用いきましょう。天ぷら用は腹開きですかね。ここから入れて、こういっての、よし、 OK。 で、ここで開きます。開いたら背骨を取ると。あー、ちょっと割れちゃったな。松葉おろしみたいになっちゃいました。難しいですね、ボラって。まあ、どの道ボラはこう背びれが強いんで、腹開きじゃない方が良かったか。松葉おろしでいきます。こんな感じで。そしたら腹骨をすいて、で、ここに軽く塩コショウで、ノーマルタイプと、あと一つはこう普通におろして、ほんでこれをこの大葉を挟んで、ちょっと大葉の爽やかな香りも追加しましょう。ほんで巻いたら、これじゃあバラバラになっちゃいますんで、ボラの皮を引いて、そしてこの皮を巻くと、巻いてここに縛っていくと。ギュッと、これでいいかな。これでバラバラにならないことを祈る。よし、じゃあ揚げていきます。はい、まずは普通のノーマルの方ですね。で、次はこちら大葉巻きの方、花を咲かせます。はい、ではこのようにカラッと揚がりました。もうこれだけ見ちゃえばね、美味しそうな魚の天ぷらですよね。そしたらこちらをこじゃれたお皿に盛り付けていきます。よっよっと。はい、これでボラの天ぷらの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこちらがボラの天ぷらで、こちらがボラのお刺身で、こちらボラの塩焼きですね。では、海の恵みに感謝していただきます。じゃあまずあったかいうちに天ぷらからいきましょうか。今日は天ぷらはお塩でいきます。シンプルにさーっとかけていきます。もちろん愛を込めてね。よし、ちょっとすだちは甘えかな。すだちはダメだ。じゃあまずこちらノーマルの方からいただきます。これうまいよ。あれ、身はものすごくふっかふかです。柔らかいで、どこを探してもね、癖がないんですよね。で、味がね、白身魚のはずなんですけど、なんかね、光り物っぽい味がしますね。ちょっとカタクチイワシのような、そんな風味がする気がする。じゃあ次こちらしそ巻きいただきます。めっちゃうまいんだけど。これボラの天ぷらって言わないで出したらみんなうまいって言うと思いますよ。シソの風味がいいな。ちょっと梅肉乗っけたらもう一級品の料理になりますね。じゃあ次はお刺身いきますか。わさびをちょっとつけて、まあ天ぷらはね、揚げちゃえばうまくなるんでね。問題はお刺身ですよね。醤油をちょっとつけていただきます。癖もなくてシャキシャキした白身なんですけど、ちょっと旨味にかけますかね。全然まずくないんですけど、たくさんはいらないかなって感じですね。ただこの臭いっていうイメージ、そういうイメージで食べるからそう思っちゃうのかもしれない。目をつぶって味だけをしっかり噛みしめると全く臭くないんです。ちょっと醤油も何もつけずにもう一回いきますね。
全然臭くないですね。脂の全く乗ってない池のハマチの刺身を食べてるみたいな、そんな感じですね。で、寝かすよりこれは絶対池の状態で食べた方が美味しいと思います。この状態が一番うまい状態だと思う。塩焼きいきますか。いただきます。うまい。タイみたいな風味がする。なんだこの魚、不思議だな。焼いたらタイで、揚げたらカタクチで、で池の状態でお刺身で食べたらハマチ。すごいな。いや、これちょっと意外な検証結果でしたね。ちょっと今日は今から運転がありますんでビールは飲めないんですけど、まあ、検証ということで、そこら辺に泳いでるイナッコ、うまいです。うまいっていう表現をするとちょっと過大な気がするな。うまいと食べれなくはないの中間ぐらいですね。これわざわざすくって手間かけて食べようとは思わんかな。そりゃアジやイワシの方が美味しいです。良くも悪くも個性がねえんだよな。ほんで汚いっていうイメージが先行しちゃって、この先入観でみんな避けちゃってるんだろうな。味自体は悪くないし、もうちょっとこうね、水産価値が上がってもいいような、何かに使えそうな気がしますよ。今日は綺麗なところのイナッコを食べたんで、多分美味しいなと感じたのかもしれないですけど、またちょっと水質の汚いところ、ちょっとだけリスクを取って体張って食べてみようかな。もうこの味をしっかり覚えておいてね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。ここの川の横にどんぐりがいっぱい落ちてる。これどんぐり拾ってこう。どんぐり持ってって、いらんよこんなの。